はい、というわけで再びやってまいりました。まあ、以前も前回もね来た場所なんですけども、姫坂金千穴神社ということです。こちらね、まあ鍾乳洞のこの地底湖行方不明事件の舞台、まあ事件が起きた、場所になるんですけども、まあ、その中のね、神社と、でね、その鍾乳洞、地底湖があるその洞窟と同じ名前、姫坂金千穴神社で、今回の、その地底湖の穴も姫坂金千穴ということなんですよね。で、以前はね、この辺だけだったんですけども、まあ、新見市のね、洞窟関係の、ところに電話しまして、まあ、どこまでだったら大丈夫なんだと、いうことで、まあ、連絡取ったところ、まあ外までぐらいだったら大丈夫だと、まあ、SNS とかね、そういう関係でも外までは大丈夫だということで、まあね、絶対入らないでくださいっていう後書きというかね、まあ、そういうこと書いてくれたら非常にありがたいということを、おっしゃってたので、ちょっと今日は観光ではないですけど、下の方までちょっと行ってみようかなと思います。地底湖行方不明事件ですね。2008年の話です。大学生のね、サークルが、地底湖に入るぞということになったんですけど、まあ、これも寒い時期ですね。1月ぐらいの話なんですけども、まあ、地底湖で泳いでて、溺れて、警察の方がね、捜索したんですが、結果的に見つからずという、ね、未解決の事件があった場所なんですよね。ちょっと今日は、そちらの、洞窟の外側まで行こうかなと思うんですけども。はい。というわけになってます。こちらですね。姫坂金千穴。おっと。ちょっとね、道が分かりにくいですけど、今日はね、もう25度くらいあるんで、かなり暑いですね。山の中も普通にもう暑いですね。道がもうね、分かりにくいんですけど、なんとなく道があるような感じでございます。かなり下に降りてきました。下がちょっと見えてきました。
常に足場が悪いですね。ちょっとね、涼しい空気が、はい、流れてます。この辺なんでしょうか。白い石が目立ちますけども、お、かなりね、涼しい風がスーッとこっちの方に入っていくんですよね。こっちですかね。涼しいですね、ここは。めちゃめちゃもう真夏の炎天下の中にね、からなんか家にもうガンガンに効いたクーラー、なんかそういうような、なんか入っていくようなね感じですけど、こちらですね。うわー、おとととと、こちら洞窟でございます。いつかかなちゃんのでかい、でかいです。でかいです、かなり。うわ、思ったよりでかいですね、これ。見事な感じですね。すっごい涼しい空気が、もうね、あの息が白くなるんですよね。まあ、ここまでだということです。だいぶ登ってきましたけど、だいぶ降りてきましたけど、1600メートルの長さを誇る、洞窟ということですね。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません。失礼しました。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。おるい。いつも動画見てくれてありがとうございます。はい、この動画をいいと思ったら、グッドボタン。おるいです。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。はい、ありがとうございます。はい、どうも。